はい、皆さんこんにちは。村松大輔です。今回はですね、この理不尽な出来事が起こったことに対しての心の持ち方、あり方のをね、お話しさせていただきます。で、こうやって量子力学をベースに、皆さんの生き方が非常に良くなっていくよう、ますます素晴らしい人生が改革していくよう、お伝えしています。よかったらチャンネル登録をしてね。大輔先生。はい。たくさんご質問が今来ててですね。はい。毎日大輔先生の YouTube を見させてもらってて、日々快感者であろうだとか素敵な心であろう、そうやって生きようって頑張ってるんですけど、どうしても旦那どうしてこういうことやっちゃうのとか、なんでそんなこと言われなきゃいけないのとか、どうしてそんなことしちゃうのって子供に対してちょっとしたことにイラッとしちゃったりする瞬間があるんですけど、どうしたらいいですかねっていうご質問が来てます。なるほどね、ありがとうございます。そういうふうにね、思ってしまう。一生懸命例えばね、感謝業毎日やってますよとか、お祈りやってますよ、だけど嫌なことをされちゃうってね、往々にしてあると思うんですけど、それね、このどういう風に捉えたらいいか、周波数的にどうなってるのか、レベル1、2、3でお伝えしたいんですけども、まずステップ1として、自分自身がかつて、まあこれ自分がね、迷惑を被られてるみたいな嫌な思いしてるってことは、自分がその周波数を持ってるので、自分がかつて子供の時とか、兄弟に対してとか親に対してそういうような迷惑をしちゃう相手のことを考えずに、理不尽にこう暴言を親に言っちゃったとか、兄弟にねこうふっとこうやっちゃったとか、お姉ちゃんとして妹にバーンとこう叩いちゃったとか、そういう風に理不尽なことやってないかなっていうのを振り返ってみてです、あ、そこだったんだってこう気づかせてもらえてくれてることかもしれないので、そういう風に自分の過去をねこう振り返ったら、あ、私もやってるなっていうこと、そこに気づいて、直接相手にお詫びしなくてもいいので、あ、悪かったなって申し訳ないっていう周波数を響かせると、自然とその現象に気づけたので、自然とスーッとこのことがね、収まるっていうことがあります。で、レベル2としては、そのどうしてもその過去のことが思い出せなかったら、あえて思い出さなくてよくって、逆にこの出来事じゃなくって、イライラの周波数とかっていう周波数の方が大事なので、嫌なことをされたら、イラついたって思ったら、あ、私の中にまだイライラフォトンあったなと。それを相手が教えてくれてるんだというだけで大丈夫です。それで、そこに気づくことで、あ、私も怒りがあるなーって気づくことで自分が認めるので、自分の中にもそれ持ってるなーってこう感じてあげると、認めるって周波数、高い周波数かけるので、そのイライラフォトンがこう上がってくるので、あ、イライラ持ってたなーってこう考えるだけで大丈夫です。イライラを否定するんじゃなくて、そう、怒っちゃダメじゃなくて、あ、イライラあったんだってこう感じてあげる感じ。ね、さらに、究極はレベル3で何かっていうと、自分がそのイライラを感じられるイコール、自分がね、この、まあ、ありがたいことに、大ちゃんのYouTube 見てもらって、皆さんあなたの振動数がどんどん上がってきてるので、イライラが出たイコール、私の成長した私が、そのイライラを私の成長した愛で昇華、引き上げることができるから、今、イライラを感じられているってやると、その出来事とかイライラことに対して、あなたの意識がこっちの上側からイライラを向き合えるので、なんでこんなこと起こったのって、イライラの出来事より下に行っちゃうんじゃなくて、私の愛が上がってるから、このイライラを処理できるから、イライラを今感じさせてもらえてるっていうふうに捉えると、意識高い側から響かせられるので、イライラが引き上がるので、あ、私が成長してるから、そのイライラと出会えたんだっていうふうに。もし成長してなかったら、イライラを感じないまま押し込めたままになっちゃうかもしれないので、ね、よく、開花のセミナーに来てくださる方が、前日とか前々日の時に、今まで2年3年仲良かった夫婦が、直前の前日に、例えば土日のセミナーだったら、金曜日にドッカーンってこう、めっちゃ怒りが出るってことが結構あって、それは土日に自分が成長するってこう、分かってるから、もう、古い怒りの根っこのフォトンが、もう感じて引き上げられるために、もう自分が魂高まってるから引き上げるために怒りを感じられるレベルになってるっていう風に捉えると、スッとこう楽になるので、そういう風に自分が上がってるよって感じてあげると、捉え方が変わってくるので、そういう風にね、ぜひ捉えてみてください。ね、そうやってね、あなたがどんどん自分のね、イライラを感じて引き上げる側になってって、あなたの周波数が高まっていくと、その周波数が家庭にも響き、職場にも響いて、でね、その家庭とか職場がどんどん振動数高い場だらけになっちゃえば、地球もね、非常にこういい状態になるので、そうやってね、みんなでどん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 素敵な地球にね、やっていければと思います。ご質問ありがとうございます。怒りが成長の種なんですね。まさにまさにまさに。すごい。じゃあこれを実際にこう生活で導入するために、なんかこう実践できることとかってあったりしますか？イラッとなっちゃった時に、イラって感じながらも、あ、こうやって私を成長させてくれてるんだなーって、イラってなってもいいので、させてくれてるんだなーってつぶやいてみてください。いいですね。それが実践ですね。はい。はい、もしこの実践をね、イラッとなったことで実践、あ、できたってなったらコメント欄にこういうことだったけどこういうことできましたってこう書いてもらえるとみんなの喜びになると思うので、ぜひね、そうやっていただければと思います。ありがとうございます。